ございます。修造さん、キョンシーさん、モンジャラモンスターさん、リブニャンさん、ナオくんさん、ミホさん、リョウスケさん、大月上島のカズさん、ありがとう。試験マシンさん、ありがとう。次回楽しみにしてます。あ、待ってます。鳥が鳴いてて朝って感じね。しかも高い鳥、声が。ラララララムダさん、ジャストミトさん、シゲイヌさん、リブニャンさん、ありがとう。そう、前髪が大変だった。リリーマサさん、ありがとう。前髪がパッカーンってセンター分けでした。くらっ。サッチさん、ありがとう。村勝オンリーユさん、ありがとう。東京 TK 局長さん、大チョコビマルさん、 Thank you。 分かんない、映ってる。はいよー、カーテンもかわいい。本当ですか。そのスタ、そのままのスタイルでレアチェキを一枚。原点聞きました。とてもいい曲でした。お、嬉しい。ありがとう。ゆういちろうさん、りくさん、ざんたくさん、ありがとう。これなんか、なんかメイク道具買ったらついてきた。鳥が鳴いてるね。近所の奥さんみたい。うざ。ヒロさん、マサさん、ありがとう。仕事で地球会見れないかも。悲しい。そう、おまけでした。はいよね。ちょっとあれっぽくない？ラッパー。おはよう。でもがおまけでもらえるくらいだから相当お高いメイク用品。いや、韓国の。パワシさん、ももさん、ありがとう。ジェラピケ系ラッパー。ゆういちろうさん、デブニアさん、ありがとう。30年売れなかったラッパー風。じゃあ30年後は売れてるってこと？
翔平さん、アモズさん、ありがとう。インガモフモフ、どういうこと？ラッパーというよりいちご大福みたい。確かに。はいよー。今日来たよろしく。あ、よろしくです。うん、確かにいちご大福コスプレだわ。母さん、キョンシーさん、ありがとう。朝ごはんまだ。みのみちさん、お調べさせてもらったらキャプテン。そうなんです、実はこんなのが。ピオちゃんズに似てる。このオール雪見大福にいちご味だったっけ。え、わかんない。お餅いちご大福のキャプテン。うん、はよ。すみません、今日もくれてしまって。はよ。雪見大福のチョコがめちゃくちゃ好き。へえ、雪見大福ってあんまり変わんな。東京 TK 局長さん、ありがとう。なんかスプーンで食べる系のお菓子なんや。アイスとかあんまり買わないんですよね。もう棒に刺さっとるやつとか開けてそのまま食べれる系の方が食べる傾向にある。広島のケンさん、ありがとう。そう、カップはあんま食べんかもしれん。バブミが強い。チョコモナカジャンボのイメージもある。なんでやろ。ハーゲンダッツのクリスピー大好き。機械というのはどういうものなんでしょうか。どう。しっぷくさん、ありがとう。私がソロチェキを取ってサインしとるやつにを箱に入れて、でその予約してくださった方を一人ずつ呼んでって、その箱から予約してくれた枚数引いて名前書いていきますって言って、お名前を書くここのルームでそれを配信する。いちご大福です。注文した順番に書いていくの。え、わかんない。時期は過保に。うっせーわって曲聴いてた。うっせーうっせーでしょ。またがわーやるね。注文した順番ですよ。だって
当たりって何？漏れたらでもそれが当たりですよね。風呂上がりのアイスは最高ですよね。おはよう。確かに。うちの時期はすべて漏れてる漏れてるよ。前回の漏れてたので今回も期待だ。漏れそうな顔してます。風呂上がりのラーメン、やったことないわ。はよ。リブニアンさんありがとう。今回も3連決めました。マジ？すごい、ありがとう。次期は社員証と一緒に入れて働いたらモチベ上がる。へえ。うちのお顔は写真映えするお顔。嘘。自分写自撮り下手って言われる。あ、でも最近うまいかも。でもチェキ会はね、あんまり頻度少ないんですよ。だって前回もシングル発売の時だったでしょ。シングル発売するタイミングでしかまだやったことないよね。東京 TK 局長さん、雄一郎さん、ありがとう。あー、写写りいい。ほんと？今のそんな良くないって言われた。あ、そっか。鼻がむずむず。48グループであること自体珍しい。あ、そうなんだ。そっか、確かに他のグループさんやってるイメージないかも。発売後にペアや3人のチェキがあった。そうだそうだ、それはあるでしょうね。ペアチェキはリブニアさん、キョンシーさん、ありがとう。一人は顔の自己主張が激しい。そう？最近そんなことなくない？あの画質がいい時だけでしょ。ペアトリオチェキは好評だったらあるんじゃない？前回好評なんだったら。ありそう。本当にチェキでカードバトルしてるんですか？すごい。おはようございます。梅干しおにぎりに見えてきた。いいじゃん。芋けんぴのブラックサンダー、うわ食べたい。またメンバーと一緒にチェキ取れる機会期待してます。あれは楽しかった。確かに。でっかいやつだっけ。はいよ。今日も生きてて偉い。いやー。皆さんも偉い。
りょうやさん、ありがとう。みょりんがチェキポーズを決めてたけど、みちはどんなポーズをするか決まってるの？にゃーん。りょうやさん、ありがとう。ペアチェキだと思って購入した人。あ、今日の？ポーズ決めてない？なくなる。チェキ着替えるんだっけ？うん、着替えようと思ってるよ。着替えようと思ってるよ。ブリッコポーズは激激 R 激激 R？ SSR とかじゃなくて激激 R。おはよう。制服は着ないかな。これマイメロ。シークレットなんだろう。そんなにぶりっこしないイメージですか？はよん。うちのジャケを強化素材にしたい。あれだよ、卵ぐらい、金の卵。サッチさん、ありがとう。前回の花柄ワンピースも可愛かった。赤いポーズ。変顔。僕たち、みちさんのぶりっこ欲しさに群がっているので。そうな、かわいい。今回3枚チェキ取ったのはみちぐらいだな。一押しだから。もちろんぐらいって何？ありがとう。あ、まあ嬉しい。夕方が待ちきれない浜ちゃんさん、ありがとう。小道具ありますか？小道具持とうと思ってるよ。あれも何持とうかな。ゆみりんとか、ドーナツとか花とか持ってた。最後のエール、おとといはみちゆみにふーちゃんから回って、おお、くれてた。よちよち眠たい。眠たくないし。自分以外がもらうチェキ見てもなんか嬉しい気持ちになれる。たまに嫉妬あり。うどんやんで。今高3で全然お金ないから、大学入ったらバイトバリバリしてイベント参加。頑張ります。やん、自分のペースでね。ありがとう。振りの一部とかでも嬉しい。ああ、なんか切り取る振りがないんですよね、6枚目。みちの私たち結婚しよっかポーズが一番好き。何？そんなポーズ、それやったことあったっけ。私ゆみりんのお花可愛かったね。うちもお花持っていきたいと思った。あ、でももう前回持ってったよね、私お花。バイト経験なし。俺のより漏れてる、何度ってなるとかないとか。うん、
一人一人に一言書いてくれますか。前回書いてたっけ私。どうでしたっけ。ふくふくが猫になってたね。可愛かった。ふくちゃん、私のチョキ前回満ちかけ満ちたすぎすれ尊すぎた。椅子よかったな。前回のうさぎのぬいぐるみ持っててキュンミキュンミが深かった。本当あのブーケってもらったの。どのブーケですか。セブニアさんありがとう。ブーケ本気で投げる人っぽそう。上に投げる。今の姿の時期でもすごい嬉しい。なんで？大好き上島のカズさんありがとう。風景はお返ししてますよ。タンプレ買ったよ。届いたら広島に送ります。ありがとうございます。なんでしょう。うちのサインって存在感あるから。そう？ウサギもやめたくなってるんだけどね。よくレムニアンさんありがとう。アリちゃんと恋バナしたんだね。恋バナっていうかあれよ、あのショールームで、ね、恋と愛について語ったんでしょって言っただけ。ファンレターとかって送れますか。みつきちゃんに送って。ありがとうございます。送れますよ。激レア月見ちゃんサイン。あー懐かしい。あれ可愛かったよね。ファンレターはね、あのサイト見たらわかる。投げるだけがタンプレじゃないもんな。いやいや嬉しいよ。何でもね、どんな形でも。オンライン時期落としたんですけど戻ってきたので、広島市の治安の良さに感動した。すごい。タンプレでみちの大好きな魚肉ソーセージを食いたいけど、魚肉ソーセージ好きって言ったっけ。ありがとう。たん手紙書きたいけどファンレターの宛先ってプレゼントと同じだっけ。同じなんじゃないかな。カルパスは大好き。よく食べたくなる。チョコパイ食べたい。フレーズが欲しい。
センスが欲しい、センスが欲しい。目回ったあれですか、トンボ。ハマチャさんありがとう。カルパスで競り上がった、嘘。45分になったら教えてください。うん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 、ありがとう。ハマチャさんありがとう。チョコパイは貴族のスイーツ。そうな、そうだったんや。ちなみに今何分。俺はみちの誕生日センスが欲しいっす。通販で買える。そう、あのワニがいっぱいいるところで買える。前回の推し立ち紹介コメがあまりにもすごすぎて。そうだったっけな。でもどこまで踏み込んでいいかとかさ、なんかやっぱ差とかもあるじゃん。めっちゃ来てくださった方はその分のあれがあるけどみたいな。今無印の生チョコにハマってる。美味しそう。メタバさんありがとう。じゃけんそう難しいんだよね。本名を読まなければ。ふり、いっちゃまずかった。何を。エピソードない時どうしてたの。わかんないわかんない。もうねあんまりあの記憶ない。そんなにあの何配信してる時の。みちゃん何でも持ってそうすぎてそうかな。そんなこともないけど。難しい。うん、いろんな味があって、塩キャラメルとかピスタチオ。絶対美味しい、絶対美味しいじゃん。そんなメタバさんありがとう。コディバのロールケーキアイス。そんなんがあるの。みちやっぱチェキ映えしてる。自分チェキ苦手なんですよね。漏れないって思ってた。スノッチさん、ハマチャさんありがとう。この前唐揚げ定食のボタン手に入れました。遅そう。コメントにいるか確認して黙々と書いてた。確かに。マサさん、ミシェルボーイさん、バンジャーモンスターさんありがとう。でもあれだったわ、お名前はなんかたくさん呼ぼうって思ってた。はいよ。そういうことね。自分の単用のコメント準備して待って、打っといて僕ですみたいなのできた時にポンってするってことね。すごい。ハマチさんありがとう。顔で語るタイプ。実は申し込み忘れて参加できなくてメンブレ。あんなに私いつもよりツイートしたのに。自分の番まで待ってる時間が元気すぎて可愛い自分だと思った。確かに。はいよ。でもツイッターにね、なんかカードの残高が足りませんでしたみたいな方も見た。
その方は申し込みしたのに残高なくてキャンセルになったみたいな。はいよ。世知辛い。カード持てないから、それ大変だ。地域会で隣のメンバーの配信から漏れてくる道の声。うん。確かに。お好きかみでもなカズさん、Thank you。さあな。決戦は何曜日？あれやん、ドリカムさん。機械は即時決済じゃないのが良くない？ああ、確かに確かに。何ポーズか楽しみ。なんだろう、すみちゃん。うん、地域会まで、そう、ボイトレに行って地域いっぱい取って、地域会ここで開催。いつも一緒に、トレしてる偉い。うん、でももう何ヶ月ぶり、そんなこともない、1ヶ月ぶりぐらい、全然行ってなかった。ゆみりんはみこさんの写真もあったね。私もみこさんしたいと思った。昨日 M ステ見てたら、最近売れた曲全部 TikTok で流行った曲ということがよくわかった。すごいよね、M ステに出れるか出れないかは TikTok で流行るか流行らないかみたいな、ありますもんね、そんな感じ。うん。時代だなと思った。みこさんどうかな。どうかな、どうかな。ちがメラ歌ってくれてからすごい好きになった。いい歌ですよね。でもあれ、めっちゃテンション高い時じゃないと歌えない。うん。うん、今回もチェキ余ったらソラハちゃんがゲットするの。あ、でもソラハちゃんから連絡来てないわ。なぜかアリちゃんも欲しいって言ったからね、前回。なんでかわからんけど、
昨日マカロニエピチって言った。そうなの、すんげえ。田中美穂ちゃんが持って帰るかも。いるかな。自分からどんどん配りましょう。ええー。話し会で未知の無邪気な笑いを引き出すのはどうすれば。ボイトレって有料って聞いたけど、そうですよ。ジュンが話すのは、話すじゃない、笑うのは寒い客。布団が吹っ飛んだ。わあ。有料なのにプライス高い。いや全然そんなことないんだけどね。でも変わったって言われた。それ言ってから。天使の犬さんありがとう。最近痩せましたねって言う。笑いながら痩せましたねって言ってた。ツッコミを入れる時の道の笑い声は無邪気。ふざけてる時だね。はいよ。そうよ。おお、すごい。ヘルシーな食べ物は払えるし。すごい。上手。はいよ。トゥルトゥルですね。そうかな。始まった瞬間にこちらから突然爆笑して始めればいいのでは。弱すぎるでしょ。確かに。それは私もびっくりして釣られるかもしれない。はいよ。むい。コックさんのしげさんありがとう。どんなさチェキが欲しい？あと2分ぐらいね。ありがとう。見すぎ。白はキスがポニテすべて今の顔。ぶりっこしてキャワキャワなおみちゅ。エリヒキ上目使い。新曲のシーってしてるやつ。ああ。いいね。それいいね。うん、本気の決め顔。座りの写真色気。耳度アップ。耳だけ。服顔上目遣い。指鉄砲でバーン。すごい、なんかあれだね、マニアックっていうか、すごい、なんて言ったらいいの、ちゃんと指定してくれてる。寄りが多めだと横顔。新曲の C はこう、
僕は叫ぶ、もうだから面白いな皆さん。スッキリの数って何？4番のポーズ、くどかしてくれ。好き。ダライのポーズ。なんだっけ。あれ？鏡越しに二人映って見える。ああ、すごい。いいね、それ。朝配信の長めに見ようとしてる感じ、これね。それでは男女を読んでいきたいと思います。13位ゾニゾニさん、12位りょうすけさん、11位リリーマサさん、10位イシケンマシーンさん、9位ブルーさん、8位スノッチさん、7位ダダダダムノさん、6位アモズさん、5位東京キー東京 TK 局長さん、4位キョンシーさん、3位セリアさん、2位ユキさん、1位そして今日のんなんていう時いつも、そして1位はドゥルルルルンちゃんマサさんでした。ありがとうございます。そして今日のラッキーナンバー22位はドゥルルルルンちゃんギルスさん、イエ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 イ、ありがとうございます。それでは今日も一日お仕事、学校、勉強、部活、バイト頑張っていきましょう。今日も一日ファイトラブ、せーの、エリエリオー。土曜日なのでお休みの方も多いかもしれませんが、しっかり休んで、次機会ぜひ見てください。うんうん、ありがとう。あたいも頑張ります。それではまたね、行ってきます。いってらっしゃい。バイバーイ。